コンカモです。アキハを使って遊んでいて思うのですが、アキハと琥珀の性能を比べると琥珀が超性能と感じる部分が多々あります。想定しているのか想定していないのかわからないのですが、琥珀の超性能はどのような過程で生まれていたのかを可能であれば教えてほしいです。ブローバックエッジの空中ジャンシーがジャンプと同時に溜め始めても相手のしゃがみに当たるように判定がものすごく強い。溜め始めるのは早くていいので、ブローバックエッジの素材判定も早く発生して守るのが強いところ。過去、捕獲キャラだとしゃがみに当てるにはジャンプと同時に溜めると無理。リッチが長く、牽制で使いやすい必殺技の抜刀が、空中もしくは地上の牽制となる初段を外しても追加技に派生でき、さらにその追加技が外した側をカバーし、さらにヒットするとコンボができてしまうところ。例えば、アキハの月に描くだと、フォローするのもコンボするのもムーンドライブなり、EX セサー必要だったりするし、安定も伴うのでフォローしているのが簡単にバレる。植物、の、植木鉢の攻撃判定が発生するのが遅く、シールドを取る前に崩すタクが豊富。翡翠&琥珀で翡翠操作時に出すと発生保証がある。相手が暴れてもガードするだけで、植木鉢が勝手に攻撃してくれる。例えば、アキハの車輪だったら車輪が出てから攻撃判定が発生しているので、こういうことができず、置き攻めとしての質が近いすぎる。テイクダッシュの降りるタイミングをある程度自由に変えることができ、さらにその中でブローバックエッジの空中使用を溜めながら降りることができるため、中段や透かし下段のタイミングを自由に変えることで、琥珀は他よりもガードを崩しやすい。そもそも通常攻撃の方向はどれも長すぎるので、アキハのような近接キャラで琥珀に近づくのが難しい。アキハ以外のキャラにとっては、もしかすると調整能と感じるような内容ではないかもしれませんが、戦っていて辛くて泣きそうになるので、なんとかしていただけると嬉しいです。長文失礼いたしました。はい。お便りいただきありがとうございます。そうですね。まあ、実際、そうなのよ。今ここで書かれた内容は、強い。すごく強い。すごく強いです。ブローバックの空中 C は、そうだな、総裁もついてるし、なんか、しゃがみに当たる、上りで中段になるぐらいだからね、から強い。そうだな、俺もそう思う。リーチが長い。で、抜刀がすげえ強いし、なんか空振っても派生いけるし、で、なんだ、どっちが当たっても、そっからフルコンと。めっちゃ痛い。で、アキハだったらフォローもできないし、って話。で、植物の植木鉢ね。まあ、下下 B とかね。で、とかは、攻撃発生が発生するのが遅いので、設置してからの置き攻めが、まあ、シンプルに強いと。攻撃判定が先に出るんだったら、シールド取ればいいのに、なかなか出ないから、強い。要するに同時攻撃ができるのが明らかに強いと。で、翡翠&琥珀で、翡翠操作時に出すと、翡翠を殴っても止まらん。まあ、琥珀を殴らないと止まらないんだけど。っていう感じで、すごい強いと。で、低打のタイミングがずらせる。それもそう。水平低打組なんで、長めにテイクダッシュして、そこからボタンをポチポチって押したりするのがずらせる。それはそう。だし、なんだ、まあ、まあ全部そうなんだけど、これ、ぶっちゃけ全部元からそうなのよな。いやまあ、これ言ってしまうと終わりなんだけど、元からなんですよね。原作のメルブラの琥珀のジャンプシーン、今よりも下にでかくて横にもでかいです。ためじゃなくて上りで中段になります。ためじゃなくて上りで出して中段になる。ジャンプ C がね。そんな技。まあ、ネロとかはもう死ぬ。ので、まあ、そんな技がありました。強いね。で、ジャンプ B。今の琥珀のジャンプ B の倍とは言わねえけど、すごく長い。今のジャンプ B がね、ちょっと、すげえ弱く感じるぐらいには長くて強え。すげえ短くしたジャンプ B は、マジで。まあ強いんだけどね。ごめん。一応言っとくと、今上げてもらった琥珀の強みが俺弱いっていう気は全くない。だって強く作ったから。なんだけど、まあなんで強いかっつうと、まあ原作もそうだったし、キャラの個性的にここが特性なんで、強いって言われたら、うん、まあそういうキャラだしなっていう感じなのよ。強く作ったから。だけど、令和の時代にさすがにいかがなものかっつって、やっぱ削った部分も結構あるのね。琥珀使いしか多分わからんとは思うんだけど、昔琥珀を使って人からすると、
ジャンボビーフって弱って多分思ったと思うんですよね。多分思ったよな、さすがに。さすがにわかるよな。ジャンプ B もジャンプ C も振って。めっちゃ短いな、みたいな。めっちゃ短いなって多分思ったと思うんだけど。まあでも、さすがに短くはなったけど、メルバラの中で見るとすごく、ね、長い。それはそう。で、まあ今回違う点で言うと、その、昔なかった点で言うと、タメジャンシーに総裁がついてる。これはね、やっぱ確かに強い。で、昔の琥珀、まあ特にアクトレスアゲインの後期とかだと、結構位がつ、あーでごめん、ついてねえわ。そんなについてないんだよな。あいつの、放棄そんなについてないんだよな。まあだからやっぱ昔の方が判定も強かったな。うん、相対的に見ると。その、今の琥珀のジャンプ B とアクトレスアゲインのジャンプ B の判定をぶち当てたら、多分ルミナのジャンプ B が勝つと思うんだわ。ジャンプ B、ジャンシー。それはその、ゲームの作りが違うから、そうなっちゃうんだけど、その、同じゲーム内の相対的な評価で見ると、まあ、昔の方が強かったよね、という気はする。判定の強さね。まあ、リーチは明らかに昔の方が長い。で、まあちょっと、まあ、で、このね、行ってきてもらったらね、マジでわかるのよ。特に琥珀と秋葉って、どっちもなんか、捕まえて置き攻めで倒すキャラな感じがあるじゃん。ので、かなり、近い感じを受けると思うんだけど、じゃ逆にね、逆に、琥珀からすると、秋葉って何がずるいのみたいなのはね、結構やっぱあるのよ。それがまあ個性の話になるんだけど、まず、秋葉ってさ、どっから行こうかな。まあ、例えば、シンプルに打撃の発生が早くて、普通にまあ下段がフルセットであって、タッチ C とかむっちゃ発生早くて打点が高いじゃない？あれはね、なかなかないのよ。まあ普通の通常技の話だとね。で、ジャンビー、ジャンシーは、まあ確かに、まあぼちぼちな気はするのよ。ジャンビー下に結構強い。けど、まあ、琥珀のジャンシーほどじゃないって言われたら、まあ、そうだなと思うし、ただ横の長さとか、まあ、でもそれで言っても、そうだな。B と C だから、琥珀のジャンプ C の方が多分強いね。ただ、発生で言うと、秋葉のジャン B は発生早くて、で、体中に攻撃判定がついてる系だから、空対空の競り合った時のカウンターの取りやすさとかは、まあ、全然上だよね。だし、ジャンプ C、タメジャン C にめくりがついてるとかも、まあ、強い点だよね。で、まぁ、あ、ちょっと、それはただの通常技の話で、アキハは正直通常技はどっちかっていうと弱い組ですね。正直弱い組。だって、リーチがそんなに長くないから、その分発生とか範囲でカバーしてるんだけど、まぁ、あ、そうでもないな。まぁ、あ、そうでもないって言うとちょっと語弊があるんだけど、で、わかりやすくアキハの強い面っていうか、琥珀が持ってなくて強い面だと、そうだな、まぁ、あ、そうだね。まあ、車輪じゃないや。その、幽霊の中断が、まあ、シンプルに出てきます。とか、その、通常技からね、キャンセルで普通に中断が出ますと。で、ガードの硬直さも全然半減確定とかないです。で、レンガで固めてきて崩してくるのって、琥珀だとちょっときついんですよね。さすがに。さすがに触って、まあ、フルチェーンやって、ラピッドビートして、例えば、そうだな、まあ、下、スパキャン波動 C とかやって、そっからの中下タクってさ、結構強いじゃん。今、俺は強いと思ってるんだけど、あれを、と同じようなことが、琥珀ができるかっつうと、まあ、なんか事前にいっぱい設置してあるとかじゃないと、無理かな。翡翠琥珀だったら翡翠でレンガ連携からの交代とかじゃないとちょっときついよね。設置してあるとか。アキアは何でもいいじゃん。触った瞬間にラピッドビートで寄ってって下やってスパキャン波動 C ってやったらもうそこでもう二択が発生するから、それはかなり強みじゃん。まあもちろん無敵技が持ってるとか、密着で暗転後飛べない駒投げ、まあ折り紙ね、があるとか、その、明らかにね、琥珀が持ってないものもね、あるのよ。その琥珀だけじゃない。他からも持ってないんだけど。みたいなところもあるのね。だから結構格ゲーって、
あいつのあれずりーなーってのはあるし、それで苦労するのもわかるんだけど、意外と自キャラも相手からすると、それはずるくないみたいなやつが出てくるんだよね。というのは、理解してもらえると嬉しい。だから、例えば、アキハが琥珀より強いんだとか、そういう話をしたいわけではなくて、そもそもね、そういう風にお互いの個性がぶつかり合うのが、このゲームのジャンルというか、このジャンルのゲームというか、のはあるね。確かにな。まあ、という感じになりますかね。で、まあ、例えばそうだな。まあ、あんまりその、なんだ、つつくような指摘はしたくはないんだけど、例えばさ、アケアのさ、月とかってさ、その、まあ、そもそも、発生と範囲のデカさ、持続と空中ガード不動は、まあ、結構、ラインは超えてるし、ムーンスキル版だとさ、その、まあ、ジャンキャンも当然できるじゃない？で、まあ、普通にリターンも取れるっていうのは、まあという気はしますよね。その、まあ、EX ヒッターターとかムーンドライブでフォローしたら弱いっていうのは、まあ、それはそうなんだけど、派生がないじゃんって言われたら、それはまあ、確かに派生があった方が強いよねとは思うんだけど、その、上に、月って持続いくつだったかな？かなり長いんだよね。10とは言わんけど、結構長い持続があるから、それはまあまあですよ。で、まあ、植物系の設置が遅い。その、なんだろう、遅いゆえに置き攻めできる。それは確かにそうなんだけど、アギハも別に確定ダウン取って先に車輪を置けば、まあ、多少近しいことはできるわけじゃん。まあ、近しいだけなんだけど。で、で、まあ、発生保障に関して言うと、まあ、これはまあ、さすがに、アキハにはないね。これはさすがにアキハにはない。てか、その、比較してどうこうっていうと、やっぱり、これはあれにない。これはあいつに持ってる、なってるってなるから、なんか比較するのって、その、かなり難しいんだよね。その、特定の技、例えばその、この要素はこいつは、このキャラはこの要素を持ってるみたいな比較の仕方をする、の時は、すごいいっぱい要素を書き並べないといかんのよね。一個の技につき、まあそれこそ20、30は当然のその比較項目が必要じゃないと、結構その、なんだ、自分が気づいてる視点でしか語れなくなっちゃうから、難しいんだよね、結構。ただそれはゲーム作ってる人じゃないとそういうのってできないし、ようわからんってなるから、まあ基本的には、まずは逆の組み合わせで遊んでみるのがおすすめです。いや、逆の組み合わせでやって、その、アキハもうボコボコにできて、もう余裕だわってなったら、まあ、それはもしかしたら相性が悪いなり、キャラ差なりなのかもしんないし、まあ、普通にプレイヤーとして向いているのかもしれない。なんで向いているのかっつうと、今ここで、ここが強いって言ってることが、自分が理解できてるわけじゃん。琥珀にこれやられてきついわーっていうのがマジで分かっていて、それをやったら強いのは当たり前なのよ。逆の組み合わせの時に、琥珀さん側が、アキハに何をやられてずるいかっていうのが、どれだけ分かってるかって話なんだよね。で、それが分かると、相互理解によって、より強くなっていくみたいなのはかなりある。から、まあそういう視点でゲームやっていくのはかなりおすすめです。で、キャラを変えて、そのまま、メインキャラが変わった人を5万と見てますけど、まあ格ゲー結構ね、そういうのあるあるです。なんか、相手のキャラめっちゃずるい気がするから、キャラ対のためちょっとやってみるわ、つって。あれ？なんとかってキャラ？ああ、もう、もう昔のキャラだわ、つって、キャラ替えしてしまう人。まあ、これは結構あるあるです。いや、そういう風に作ってるよって話ではなくてね。格ゲーマーあるあるの話なんで。なんで、そういうのはあります。だそういう風にやっていくと、結構、ゲームの理解度というか、が上がっていくので、結構いいかなと思いますね。はい。まあ、なんで琥珀のこういうのがこういう技なのっていうと、昔からなんだよな、みたいな気持ちも多少ありつつ、ただ、なんでもかんでも昔から持ってきたってわけじゃなくて、一応自分なりのね、基準は設けて作ったんで、なってますと。でもし、今夜、アキハで勝ちて、ってなるんであれば、
難しいね。今夜勝てる秋葉ってさ、やっぱこれだよね。だからその EX 車輪出すじゃん、こっからこれ、そのこっからこれの裏下段とこっからこの多段中段の二段板と、あーじゃあ表からの、あーちょ、このレシピだと無理なんだけど、これどうやんだっけ、これでいい、合ってる、なんかちょっとレシピ違う気がするな、ちょっと待って、これその CPU がボッシャがしてるから、まあ、結構難しいんだけど、これが例えば相手が自分でダミーで覚えさせた方がいいかな、まあ、いいや、例えばこっからねこういうのが飛んできたと、こうなった時の崩しがすごくて、結構普通にジャンシーから表多段中段のケース、これがジャンシー A が2回出るんですよ、これで3段中段、その立ちがするとこれが3段中段になるのと、これのためジャンシーのタイミングを変えると裏に行くんですよ、これがちょっと難しい、位置的にちょっとレシピが違うから、これで裏下段になるじゃんっていうのが、まあ実戦だとこっからこう飛んでくるわけよ、っていうのは明らかに琥珀にはないのよ。で琥珀と違って、まあ当然ノーゲージ、あノーゲージじゃない、その無敵技、比較的無敵技があるのと、やっぱこれだよな、これがかなりキレ散らかし案件なんで、もし秋葉でその苦しいなってなってるんであれば、俺はやっぱまあこうだと思うんですよね。ゲージをその2ゲージ単位で回していく、もしくはどうやんだっけかな、まあいいや、もうさ確定解放というか、まあ強制解放入れれるコンボあるじゃん。こいつこうだっけ、あこうか、んこれ入る、あこれ入んねえか、なんかなかったっけ、まあノーゲージだとこれになっちゃうのかな、まあわからん、ちょっと今パッと出てこねえ、なんかあった気がすんだよな、まあ、よくあるのがそのこうやって基礎コンやる、あーごめんちょっと、これでまあダウン取れるじゃんそのアキハのちょっとそれぐらい分かっとるわって言われそうなんだけど、まあ、こんな簡単なレシピでこうやって確定ダウンが取れると、でこの後の車に置いての投げ、B 車に置いての投げ、これはそのなんだろう、1個はの崩しとしてはまず強いし、車輪の後にまあ解放で確定解放して、その折り紙との2択をちらつかせた密着択で、折り紙が当たったら当然4000、3500取るし、折り紙が通んなくてもコンボが入ったらまあ4000ぐらい減るわけじゃん、何でもいいんで。で折り紙が当たったり投げが当たると、こいつってさなぜか体力回復するじゃん、あまりこうそのなんだろう、気づかれてなさそうな気がするんだけど回復するのよこいつ。
体力が固定のこのゲームなんだけど、みんな同じ体力の癖して、アキハね回復するんですよね、こいつマジで。で回復するかつ確定解放がすごいしやすくて、回復からの折り紙との二択があるってなると、まあ、相対力的には結構高くなるのよ。ただ確かに機動性は悪いっす、正直こいつは。なんで機動性悪いのって、やっぱザンギがさ、ステ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 からスクリューパイルドライバーしてきたら嫌じゃんからそのやっぱ、まあ、ザンギとは言わんけど、やっぱコマ投げがね、こういうあるキャラクターはさ、やっぱそこそこ遅いのよ。やっぱスピードで攻めていくのはさ、まあ、一応秋葉だったら聖騎士とかいるわけじゃん、まあ、いないけど、ルミナいないけど、ね、こうやって一回読みが通ったら配信だってなるじゃん。みんなが気づいてない程度ってことじゃん。確かに一理ある一理あるわ。まあ いや、うん、まあ、気がついてないのもこのコンボダメージが出ない理由ではあるんですけどね。とりあえず、まあそんな感じかな。いろいろあるけど、確かに苦手なとこもあるけど強みもあるよ。これね、練習した方がいいっすよ。もし勝ちてえなら、これとこれ、これでもいいけど、この三段中段とこれとこれは私かなり。きついので、まあ、正直俺はガードしきれません。これはお育ちとかしないとちょっと無理だね。まあこれは琥珀とかでもあるんだけど、でこれがレンガから飛んでくるのがやっぱね、ちょっと深い指数が高いんですよこいつは、っていう話です。深い指数が高いって開発者の口から出てきていいのかっていうとあれなんだけど、まあ強いという話ですね。まあもちろん対策とかもあるけども、強いよという話ですね。はい、こんな感じです、お便りいただきありがとうございました、まあ、実際ね、そのリーチが長い琥珀とかと対戦してるとアキハね結構きついんだわ。それはそう、動き遅いし、で上から乗ってくる琥珀に対してそのジャンエで相殺しちゃうし、その毎回昇竜入れるの無理だしってなるから、きついのはね分かるんだよね。